こんにちは。今日もありがとうございます。今日は腹式呼吸を行っていきましょう。腹式呼吸にはたくさんの効果が秘められています。緊張感が強い時や不安感が強い時、ストレスを感じる時などに少し呼吸法を行ってあげるだけで心が安定し、自律神経の調整に大変効果的です。今日はゆったりとした呼吸法で心身を健康に、心が元気になるように行っていきましょう。それでは楽な姿勢で座ってあげましょう。または横になっていただいて、ご自身が呼吸を楽にゆったりと行えるように姿勢を整えてみましょう。両手をお腹の上に重ねていきます。ご自身を感じながら行ってあげると、より腹式呼吸がゆったりと深く長く入っていきます。まずは口から息をはーっと吐いてみます。息を吸ってお腹が少しだけ動きます。吐く息で口からまたはーっと吐いてみます。ため息を吐くようにはーっと言っていただいてもとてもいいですね。吸い込む息で少しだけお腹が動きます。吐く息でもう一度肩の力を抜きながらリラックスして、目をつむりながら体感じてやってみます。息を吸って、吐く息で口からはーっと吐いてみます。焦らずにゆっくり行いましょう。少し繰り返します。ご自分のペースで呼吸を続けます。深く行おうとすると逆に息が詰まりやすくなって呼吸が浅くなるので、最初のうちは自分が気持ちのいい呼吸をしているんだと意識しながら、ゆっくり自分のペースを保ちながらやってみましょう。お腹が少し動いているなぁと感じてあげて、この動きがだんだんと大きく感じるようになってきます。吐く息では眉間の力を抜き、お顔の緊張を手放して、吸う息では体中にプラーナ生命エネルギーが取り込まれていく様子を味わっていきます。焦らずにゆっくりと。私たちは日常生活で心と体が切り離されてしまうことがとても多いです。イライラしてしまったり、緊張感があったり、不安に感じたり、そんなご自分をあまり責めたり、好きじゃないなと思わないようにしてあげましょう。頑張ってるね、愛おしいなという気持ちを向けてあげること、息をしていることを感じ、自分が確かに生きていることを味わう時間です。一緒に口から吐きます。はーっと吐いて、少し息吐きやすくなりましたか。吸う息でお腹動いていきます。吐く息で体中からいらないものがどんどん抜けていく。吸う息でプラスのエネルギーが体中に入ってきて、細胞が喜んでいます。吐く息で老廃物、老廃ガス、
不安感、ネガティブな感情を解き放ちましょう。吸い気でたくさんのプラスのエネルギーを体中に取り込んであげます。吐く息でさらにリラックスしている自分を味わっていく。吸い気で一つ一つ体を感じるような気持ちで安心感でいっぱいになっていきます。吐く息とともに疲れが溶け出ていく。吸い気で自然界からたくさんの生命エネルギーを受け取ってください。隅々にまで頭のてっぺん足先にまで届けていく。口からしっかりと吐いてあげます。ご自分のペースでどうぞ。ヨガの呼吸法は基本的には鼻から吸って鼻から出す呼吸法、腹式呼吸なのですが、口から吐くということもとてもおすすめです。ため息は少しネガティブな印象があると思いますが、そんなことは全くなくて、体中から余分なものが抜けている、手放せていると思ってみてください。慣れてきて鼻から吸いたい、吐きたい、そんな感覚が強くなってくれば、鼻から吐いていただいてももちろん OK です。体を感じ、ご自分に感謝といたわりの心を向けてあげます。いつもありがとう、よく頑張ってるね、このままで絶対大丈夫、うまくいっているよ、安心して前に進みましょう。あなたが今感じている安心感や幸福感は未来を想像してくれます。幸せで穏やかな未来を作ってくれます。折あるごとに呼吸法を思い出し、ご自分が前向きな気持ち、ほっとする気持ち、穏やかな心を長く感じられるように、またやってみてくださいね。それでは次の吐く息で今日の呼吸法は終わりにします。ご自分のハーッと吐く息が来たら、ゆっくりと吸う息で目を開けます。まばたきをしてあげて、少し世界が変わった感覚があるでしょうか。今日もありがとうございました。またあなたにお会いできますように。